オリエモンチャンネルはい、ゼロコーニスです、えっと。今日は、えー、僕の今後やっていきたいことについて発表しますえっと、まあ、突然ですが、えっと、僕はもうすっげえ働きたくねえなって思っていてあの、まあ、どんくらい働きたくないかっていうと、まあ、ちょっとホームレスを、まあ、やって、まあ、ちょっと生きていこうかとんきで思ったぐらいあの働きたくないんですよで まあでも、ちょっと辛くて、挫出してしまったので、<laughs> <laughs> あの、まあでも、まあ、どうやってうまく生きていこうかなって考えた時に、あの、一つの本を読んで、それが山奥ニートという本でやったんですけど、その中で、えっと、あった言葉で、えっと、持続可能ニートというのがあって、私はこれを目指してなんか、やっていきたいなと考えています。 で、持続可能ニートっていうのを見つけたときに、まあ、僕の中で、まあ、二つ目標ができて、一、えっと、つ目は、あの、まあ、SDGs の18番目に、えー、持続可能ニートを入れるということで、<laughs> まあその、まあ、スローガンが、まあ、楽したっていいじゃない、みたいな感じで、まあ、やっていこうかなって考えています。で、もう一つ目の目標は、えっと、まあ、日本は、えっと、自殺中、自殺大国で、まあ、失業者とか、 まあ、あの、人生に絶望してしまった人などが、まあ、年間2万人も、で、自殺未遂なら50万人以上してしまっていて、まあ、僕は、まあ、この取り組みで、まあ、これらを整理でいくことは、まあ、ちょっとでも、ちょっとでもできるんじゃないかなって考えています。じゃあ、どうやって、まあ、実現するのか、みたいな話なんですけど、私は、まあ、住む場所は、その本を参考にして、あの、その人たちは廃校に住んでいたので、私もこの、いろろな条件を加味した中で、廃校が最適だなと思って、 廃校にしましたで。廃校は美術室や家庭科室など、まあなんか生活に必要なものなども揃っていますし、体育館なのでスポーツなどもすることはできると思います。で、まあ僕の密かな夢なんですけど、まあ僕ミスチルのファンで、まあ、その体育館でなんかライブみたいなのを、あの、なんか開催してくれたな、なんてことも少し夢に思っています。で、生活費は2万、2万円で共同生活をしようと考えていて、 食費は1万円、ライフラインが1万円と考えています。で食費の一例が、えー、ペペロンチーノで、これは100円で食べることができます。で、まあ3食食べても、まあ月9000円ですし、まあそれほど働かないということで、まあそんなに食べなくても、まあ生きていけるかなと考えています。じゃあどうやって2万円稼ぐのって話なんですけど、まあ持続可能ニートということで、まあ自立していないとダメなので、2万円をどうにか稼ぐということで、私が考えたのが、 えっと、私はサウナが好きで、HIU でも、テントサウナイベントなどを開催していて、これを収益化して、で、この2万円を稼ぐということ。で、もう一つが、私は料理が好きなので、まあ、ニート食堂みたいな感じで、料理をィィ <laughs> 提供して、まあ、1日、なんか5食限定で、あの、やりますみたいな感じニートっぽさを醸し出しながらやりたいと思っています。えー まあ、どういう生活をするのかって話なんですけど、まあ、ボードゲームやったり、バーベキュー、サウナ、まあ、これは全部私の趣味なんですが、まあ、そこに住んでいる人たちの、なんか、好きなことなどを、まあ、ゆっくりやって、生活していけたらなと思っています。で、堀江さんに質問があります。私はこれを、あの、将来的に、あの、こういう施設をたくさん作って、まあ、その、あの、あんまり気を張らずに生活していく人口を、まあ、増やしたらなって思,思っているので、 まあこう横展開する時について何かアドバイスがあればよろししくお願いしますまあでも別にそのなんか既存の働き方が嫌なだけでなんか会社に入るとか,なんかそういうのが嫌なんでしょうああそうですね、うん、だってなんか一応働いてんじゃんあ,あそうですか <laughs> いやだってほらなんかまあ趣,趣味だからこれは働きじゃないんだっていうのかもしれないけどうん、うん、まあまあ広い意味では全然働きうん 働いてるようなもんだったりとかするんで別にその否定するわけでも何でもないんだけど、うんうん、っていう感じはするなと思ってでもなんかその働いてまあ僕はそのなんかサウナとかたまにやってますけど、うん、で逆にそのあんまりじゃ活動してない人とかだったりすると「まあ、お前何もやってねえじゃないか」みたいな感じで責められたりとか。 すると思うので、まあそういう考え方自体ちょっと僕はあんまり好きじゃないので、うん、まあそういうのをなんかちょっとでもなんか緩和していきたいなって考えてるんですけど。うん、で、うん、そのような動きってもう全然あるんですよ。例えばリバ、うん、リバテってことですか？うん、ああはい、ちょっと聞いたことあります、ね。そうそうそう。もう今でも全然七十頭以上全国にあって。うんうん、そんなあるんです、ね、そんなあるんですよ、うん。で、まあ有名なところで言うとあのベースの。 スローカ君という社長がリパテ出身で、はい、まあ元ニートで,でそこから起業して時価総額2,000億円の会社になっちゃったみたいな人がいるんだけど別にそう,そういうことを目標としてるわけじゃないと思うんですけどそのそういうふうに横展開はできますよってもな話です。 堅苦しい横展開ではなくて、まあ、自由にこんな感じのフォーマットでやってるから同じようにコピ,コピペしていいよみたいなイメージ的にはそんな感じ。だから例えば、まあ、全然その住むとこじゃないけど例えば西野明宏がやってるあのスナックキャンディーとかでスナックキャンディーも多分全国に何十か所かあると思うんですけどそれも別にそのこの世界観で勝手に立ち上げればみたいな。 感じにするののが多分いいのかな俺はこうやって生きてるけど自分たちでやるってよりは勝手にやってねなそう持続可能ートってこんな感じだよねみたいな感じの定義を自分で作って、うんうん、俺はこうやってやってるよみたいな、うんうん、ノウハウコピペしたかったらコピペすればみたいな<ー>でまあなんかウェブサイトぐらいはなんかみんな共通のやつを作ってここにもあるよここにもあるよここにもあるよ,ここあるよみたいな感じにするのがまあいいのかなっていう。 まあ今サウナブームだし田舎だったらねテントサウナとか別にやり放題だろうからう、ね、あのサウナのスポットに入れば、まあ、みんなサウナをしに来るんで、うん、別に2万円ぐらいはすぐ稼げると思いますよ。うん、<laughs> あの全然そうです、ね、川べりでなんかサウナとか行ったら全然全然稼げると思いますよ、うん、その2万円ぐらいだったら。 であのペプロンチーノだけだと多分栄養不足になっちゃうんで,うで、ね、なんか肉 <laughs>、うん、肉を食った方がいいと思いますね、はい、あのその辺は皮で釣りしてもいいだろうし、うん、そうですね、うんまあ、漁業権の問題とかあったりするんだけど<ー>ちょっと面倒くさいんだけど廃坑は何もか手に入れてないですねまだ <laughs> <laughs> まだちょっと構想段階というかあそうなんだ、はいえー まあでも一番いいかなと思って HIU で村作ってる人いるよあそうですね、うん、村一部屋貸してもらえばいいじゃんああ僕はそこに住むみたいな感じですかうんああそういうのもありますねそういうの全然あるよ予算があるから管理してくれるんだったら別に人がいなきゃいけないじゃん、はい、で好きな時にさまあサウナだったらサウナセッティングしたりとか、うん その来た人たちとに料理作ってあげたりとかさ全然ニート的な働き方ができると思いますよ働きたくないんじゃなくて働かされたくないって話だからその要は簡単に言うと自分の好きなことだけをやってまあそんなに収入もたくさんいらないからあの頑張らずに生きていきたいみたいな感じでしょそうですね っていうことだよね、全然できんじゃないのっていう今の感じであればね、あね田舎で田舎にいても全然平気なんでしょそうですね僕田舎なんで今どこなのあ僕岐阜ですね岐阜のどこ岐阜の御岳町っていう御岳町めっちゃ端っこの田舎なんですけどどっち側右下ですかねああああれだめっちゃ山しかないとこなんですけどじゃあ平気だねはい全然 <laughs> 逆に田舎が好きというか東京ちょっと息苦しいなみたいなじゃあじゃあめちゃくちゃいいじゃないですか、はい、なんか田舎にやっぱり暮らしたくない人っていうかがすごく多くて、うん、そうなんですねそれはそうでしょう <laughs> <ー>、うん、いやそうあなたの時代は、うん、と今の時代は違うからさ、うん、僕の時代はさあなたの年は30年ぐらい前だから ただ30年前ってネットもないしスマホもないから田舎めっちゃ不便なのよ何もないからなんか面白い映画とか今ネットフリックスでいくらでも見れるんじゃん田舎にいたって当時は映画館に行かないととかレンタルビデオ屋さんがないとダメみたいな感じだったからすごい辛かったんですよそういうのがエンタメがないとかあとネットでさ今簡単にさあの人とつながれるんじゃん そうですね、俺だってさなんかつまんない飲み会とか行ってたら大体、うん、ネット見てるもん、うん、<laughs> そうなんですねそうだってネット見た方が面白かったりするからさ、うん、うわなんか話つまんねえなと思ったら、うん、<laughs> あのそうリアルじゃなくてすぐバーチャルに行けたりとか、うん、今はそれがすぐ簡単にできんです、ね、そうてる人とのつながりとかそのエンタメとかが、うん、無料であるからむしろ田舎の方が楽しいと思うよ そそそうううでですすね、好きなんですよそうそうそういやだから俺もそれはすごくよくわかる、うん、なんか大人はねちょっと上の10年以上上の大人は不便な田舎を知ってるから田舎から脱出したいってベクトルがすごいあるんだけど、うん、これからの世代はそんなことないと思うから、うん、あんまり東京にも出てこなくなるんじゃないかなって僕は思ってて、うん、割と。うん、だってててそれでさ、出てきてさ出き ね、リモート事業なんて言われたらさ行ってる意味ねえじゃんみたいなうん、うん、高い家賃のところにさ住んでてさ東京行っても意味ないじゃんみたいなそうですねって思ったらさで事業なんかリモートでよかったんだよ、うん、なんならあの東京のいい大学とか行ってるやつらは頭いいんだから実は自習でいいんだよ、うん、俺大学生の時からそう思ってたもんこれ自習でいいじゃん、うん、と思ってなんで朝なんか9時から授業なんか起きなきゃいけないんだろうと思って いろんなこと言ったけど東京に行く意味はないのでないと思ってる人もだんだん増えてくると思うんでむしろすごい需要いいと思うよでそこはすごいマッ,マッチングするというか、うん、田舎ってこれからよりこの今みたいなとこって廃校になるような地区っていうのはどういう状況かっていうとどどんんん限界集落化してくるんですよ、はいはい、周りに生活インフラが全然なくなっていくわけ。うん コンビニとかスーパーとかもなくなるわけ、うん、物も買えないし誰もいないみたいな感じになっちゃうからどんどん家空いていくからちょうどいいですねちょうどいいんですよ、うん、でもう70代80代になったら車も乗れなくなるでしょ、うん、で周りの近所のおじいちゃんおばあちゃんが同世代がどんどん死んでいくから不安になっちゃって、うん、あみんな今ね 平地に降りて行ってっんですよ田舎は実はコンパクトシティ化が進んでいて<ー>俺,の俺も田舎なんだけど<ー>出身が人口4万人ぐらいの町だったんだけど、うん、そこもうちの周りって全然そのやあの地下とか安かったのね田舎だったからコンビニもなかったしでだけど今めっちゃコンビニ23個できて、うん、家賃も家賃とか地価がめちゃくちゃ上がってて。うん ととととままままっってててるる感じんきわけ山の民が里の民になってくる、うん、<laughs> そうなんだ山の民が降りてきた山開いちゃいますねじゃあだから山はガ空きよ、うん、山の風光明媚ないいロケーションの場所がもうガラガラだから、うん、あなたはさねまだ若いから別にそんなとこ住んでてもさ平気じゃん全然,、ね、全然平気じゃん <laughs> 自分で移動できるじゃんでも70代80代だ自分で動けないから 結構辛くなって、うん、いやーここはもうほんと戦争在来の土地でもう何私も50年60年住んでるから動きたくないとか言うんだけど、うん、いざその車にも乗れなくなった周りの友達がどんどん死んでいくみたいな、うん、近所の人がどんどん死んでいくってなったら不安になってて降りてくるわけよだからさっきも言ったけどそういうふうなマインドの人はあの。 あなたが言ったような。そのニートシェアハウスみたいなものに行くんじゃないかな。うん。当面その hiu の村がまた新しくできたので、そこ多分めっちゃお手伝いを求めてると思うので、もうすでにメンバーの女の子一人移住しちゃってるから。 サウナ最高です、ね、サウナも全然最高にできるし、うん、あの湖で遊ぶ水遊び的なものも全然できるし家も結構広かったよだから別に管理人一人とか全然住めるし、まあ、新たに何か建物建ててもいいぐらいな感じで、うんうん、でも意外と東京から近くて2時間半ぐらいで行けんだよ、うん みたたいいなな場所が H.I.U の新しい村になったんでもちろんゼロ構成もフルアクセスできるんで、はい、全然あの合宿的なものも全然できると思うしなんかそういうところからとりあえず始めてみて自分の、ね、建物そ,それから持ってもいいだろうし、うん、みたいな感じの生き方っていうのは全然僕は可能だと思うし、はいうん、一人一つのさそういうのロールモデルになってみると。うん みんな真似するやつも出てくるかもしれないよねみたいな感じでいい生き方ができるんじゃないでしょうか頑張ってくださいありがとうございましたじゃあ「津アプリ」では月額1,500円でビジネスパーソンの音声聞き放題そして動画も見放題ということでいっとるし NONO